どうも、ゆうやです。というわけでですね、今回は、そばかすを少しでも薄くする方法という話をしていきます。でですね、皆さん、やっぱりそばかすって気になるじゃん。やっぱりそばかすがあると、どうしてもね、自分に自信が持てないし、あるいは好きな人ができたとしても、アプローチしようと思ってもさ、やっぱりそばかすがあることによって、最後の一線が踏み込めないとか、やっぱあると思うんですよね。で、やっぱね、この気持ちはわかるし、なおかつですね、実はそばかすって思春期に最も濃くなりやすいんですよ。そしてさらになんですけれども、ちょっとね、過酷な現実をお伝えするんですが、そばかすってね、なかなかセルフケアでは限界があります。そう。やっぱりセルフケアで完全にこう綺麗にするっていうことは無理なんですよね。で、これを聞くと、うわ、終わったって思うと思うんですけれども、じゃあその完全には消せないんですけれども、薄くしたりとか、あるいは予防することはできるんですよね。なので今回はそのとっておきの方法をご紹介していきます。なので、そばかすで悩んでる方だったり、あるいは自分は悩んでないけれども、友達とかね、あるいは大事な人が悩んでるっていう方は、ぜひね、皆さんに教えてあげてください。はい。というわけで、まず一つ目なんですけれども、まずね、そばかすをこう予防するとか、そういった上で、そばかすって何なのっていう話があると思うんですよ。やっぱこれを知らないとね、話にならないんですね。で、そばかすって何かっていうと、これね、正式名称が若卵斑って言います。若卵斑。だから、スズメの卵の斑って書くんですね。斑ってなんやねんっていう話なんですけれども、で、これね、そのまんま、そのシミの形を表してるんですよね。つまりその若卵斑、いわゆるそばかすってどういったものかっていうと、要は細かい点状のシミなんですよ。点点点点点点ってなってる。で、具体的に言うと鼻から頬にかけてできるようなものになってます。だから鼻の上にもできるし、頬の方にもできるし、だいたい一直線上にこうできていくものなんですね。これが若卵斑、これがいわゆるそばかすっていうものなんですよ。で、なぜなんのかっていう話です。そのそばかすにどうやったらなってしまうのかっていう話なんですけれども、これはですね、やっぱり主にですね、2つなんですけれども、1つがですね、遺伝的なことが大きいって言われてます。だから、まあ、なんだろうな、親子でこう受け継がれてるものだったり、もっと先代のところからね、受け継がれてるものが大きいっていうところと、あとはですね、もう一つが紫外線です。はい、紫外線が原因になってるっていうことが考えられてます。で、やっぱりね、どこまで行ってもその遺伝が原因って言っても、やっぱりね、そのシミの原因って基本的にはやっぱメラニン色素の過剰分泌にあるんですよね。で、それによってメラニンがどんどん集合していってシミになってしまうので、紫外線を受けることによってメラニンがどんどん出てきてしまうと、どうしてもですね、そのひどくなっていきやすいとか、あるいは増えていきやすいっていうことなんですね。で、特徴として、そのそばかすのね、特徴として挙げられるのが、大体ですね、色白な人に見られます。はい、色黒の人だとね、あんまりいないんですよ、そばかすの方って。まあこれね、外国人の方とかを想像してもらえれば分かりやすいと思うんですけれども、まあ黒人で若卵斑ってあんまり見ないじゃないですか。白人だと割と多かったりしますよね。それと同じような感じで、日本人もですね、やっぱりこう白い黒いとかあると思うんですけれども、地黒の方より色白の方の方がどうしてもね、出てきやすいっていう傾向にあります。はい。で、それともう一つ、幼少期から思春期頃に目立ってくるっていうことが言われてます。はい。だから特にね、今やっぱりね、思春期の方ってどうしてもね、やっぱり異性の目とかも気になるじゃん。まあ大人になっても気になるとは思うけれども、その思春期ぐらいの時って多分ね、おそらく一番こう人の目が気になる時なんですよ。だからこそ悩みやすいっていうのがあると思うんですよね。で、やっぱりですね、その年齢を重ねるとちょっとずつ薄くなるっていう風には言われるんですけれども、それでもやっぱりね、その年齢を重ねるって、例えば何年かとかじゃなくって40歳とか、まあ結構ね、何十年単位とかなんですよ。だからこそ結構ね、長い話になってくるんですね。だからこれね、年齢を重ねて消えていくっていうことを意識しても、いやーちょっとなーって思う方の方が多いんですよ。はい。というわけで、まずですね、そばかすってどういったものなのかっていう説明をしていきました。これでね、そばかすの概要がね、大体つかめたと思います。で、実際ね、そのさっきも言ったんですけれども、そばかすが自分で治せるのかっていうと、これはですね、さっきも言った通り難しいです。はい。完全に治すのはおそらく難しいっていうか、まあ難しくて、おそらく治せないんじゃないかなっていうところになってきます。はい。じゃあ何もできないのかっていうと、そうじゃなくって、要は自分のセルフケア次第でですね、例えばそばかすが濃くなることを予防してくれたりとか、あとはですね、そばかすが増えることを予防してあげる、こういった効果があるんですよ。だから自分の頑張り次第で、いわゆるこう今あるものはもうしょうがないかもしれないけれども、それを少しでも薄くしたりとか、あるいは増やさないようにすることができるっていうことなんですね。じゃあその具体的な方法に移っていきます。何をすればいいのかっていう話ですね。で、先ほど、お話しした通り、そばかすが濃くなる、あとは増えることを予防するには何をすればいいのかっていう話なんですけれども、これですね、まず一つ目、メラニン色素の発生を防ぐことです。これが一番大事になってきます。で、これ何すればいいのっていう話なんですけれども、要はですね、日焼け止めです。はい。これがやっぱりめちゃめちゃ大事です。日焼け止めですね、僕もかなりずっとつけてるんですけど、こういったね、ビオレだったり、あとはバジャーとかね、こっちオーガニックのやつで、僕敏感肌なんでオーガニックのやつをよく使ったりするんですけど、やっぱりこういう感じでですね、しっかりと使ってあげるっていうことが大事。要は紫外線をシャットアウトしてあげることが大事なんですね。で、実際ですね、その待ってこう当たってきちゃうと、どうしてもですね、僕らって体が反応しちゃうんですね。その紫外線のエネルギーに負けないように肌をですね、強くしないといけないし、それに対してこう抵抗力を高めないといけないってなった時に、メラニン色素を出しちゃうんですよ。で、これはみんな出しちゃいます。なので基本的にはですね、それによ
ってどんどんですね、黒くなっちゃったりとか、あるいはそばかすがどんどん濃くなっちゃうっていうことが起きちゃうんですよ。で、これはね、継続ダメージですから、一回だけバーンって当たって、もちろんね、日焼けとかシミになっちゃう場合もありますけれども、日常の生活の中でちょっとずつどんどん食らっていくんですよ。だからポケモンでいうところの毒状態みたいな感じでさ、歩いてるとさ、1ずつどんどん減っていくじゃん。あれと同じような感じで、結局ですね、一ずつかもしれないけれども、塵も積もれば山となるみたいな感じで、結局ですね、それによってどんどんメラニン色素って溜まっていっちゃうんですよね。で、溜まっていっちゃうと、どこかでターンオーバーが乱れたりとかすると、やっぱりメラニン色素の排出が追いつかなくて、それによってどうしてもですね、僕らって排出が追いつかない分の、要はメラニン色素がどんどん溜まっちゃってシミになっちゃうみたいなことが起こっちゃうので、なるべく毎日つけるようにしてください。で、日焼け止めってやっぱりですね、つけ方によってだいぶね、効果が変わってくるんですけれども、今回はね、ちょっと簡単に説明します。またね、塗り方は別の動画で出しますので、でこれ何かっていうと、3つポイントがありまして、1つがたっぷりの量を使ってください。これ結構大事で、要はちょっとだけね、乗せて薄く伸ばすぐらいって結構ね、あんま効かなかったりするんですよ。だからなるべくですね、しっかり乗せてあげる、たっぷりの量を使ってあげるっていうことを意識してあげる。それとあとはですね、こまめに塗り直す。やっぱり僕らってなんだろうな、例えば SPF35 とかだったら、まあどのくらいだろうな、だいたい20があれなんですよ、20がっていうか、SPF1 が、20がってどっから出てきたんだろうね。SPF1 が、要は20分ぐらいの防御効果なんですよ。だから30だとしたら600分です。だから、10時間ぐらいの、防御効果があるっていう感じになってくるんですけれども、このね、SPF の実験とかって結構厚塗りした状態でやられてるんですよ。だから実際の表記よりは絶対にね、持続時間って遅いんですよね。あと、遅いっていうか、持続時間が短いんですね。あとは、やっぱりですね、その人の肌っていうのは生理現象がありますから、例えば汗かっちゃったりとか、あとは皮脂がねバンバン出てきちゃって、それによって落ちてる効果が落ちちゃうっていうこともあり得るので、なるべくこまめに塗り直すことが大事です。で、一番ねいいおすすめは、ちょっとねはっきり言って細かすぎるだろうって思われるかもしれないけど、3時間おきです。はい、3時間おきにやってあげると、だいたいちゃんとねカットできます。ただなかなか現実的ではないので、例えばこういったもので塗ってあげて、で直すときはパウダーファンデーションみたいなやつで UV の効果があるものをつけてあげるとかしてあげると、結構ですねうまくいきます。ただメンズで厳しい場合は、まあ、メンズはちゃんと持っていって塗りましょうっていう感じですね。はい、というわけで、ね、こまめに塗り直すということが大事。それから3つ目なんですけれども、1年中使ってください。これ結構大事で、今の時期ねつけない人多いんですよ。なんでかっていうと、紫外線ないでしょとか思ってるんですね。ところがですね、実は5月ぐらいって紫外線最高潮なんですよ。はい、なので、普通に気象庁とかでも言われてるんですけれども、3月から10月末までは基本的には日差しを避けてくださいって言われてる期間なんですね。この段階の時って本当ね、普通に多いんですよ、紫外線。夏だけじゃないんですよね。だから1年中つけた方がいいですよっていうところですね。特にシミだったりとか、ニキビ跡とか、そばかす、こういったものを気にしている方々はやっぱね、ちゃんと意識しとかないと、本当ね、ちょっとずつダメージ溜まっていくんで、でこういったものって一気にパーンってこう跳ね上がるわけじゃなくて、ちょっとずつ蓄積されてて、気づいた時にはなんかシミだらけになってるみたいなイメージになっちゃうので、基本的にはですね、1年中使うっていうことをちゃんと頭に入れといてください。はい、というわけで1つ目が日焼け止めですね。で2つ目何かっていうと、ビタミン C を取りましょう。これも大事です。ビタミン C ってやっぱりですね、高い還元力があるので、酸化した黒色メラニンを単色化することができるんですね。まあ簡単に言うと、シミを薄くすることができるんですよ。だから必ず継続して取るっていうことと、あとはですね、活性酸素を分解して紫外線ダメージからガードしてあげる効果とかもあったりするんですよ。だから僕らの老化、要はアンチエイジングをなるべくね、促進するためにも、要はエイジングを促進させないためにも、こう頑張るためが大事なので、頑張るためが大事っておかしいけど、ビタミン C を飲むことを頑張ることが大事なので、ぜひねちゃんと、ビタミン C を飲んであげるか、もしくは食べ物から取ってください。ビタミン C は基本的に体の中では生成できないので、外側から取るしかないので、必ずね取ってあげてください。でもう一つがですね、スキンケア用品ですね。これ何すればいいかっていうと、ビタミン C 誘導体だったり、アルブチンなどの、要は美白成分が入ったものを使ってあげましょうっていうことですね。やっぱりそのスキンケアやるってなった時に大事なのって、もちろん食事、運動、睡眠、これが一番大事なんです。特に食事が一番大事です。なんですけれども、内側からのケアと外側からのケアっていうものは基本的に同時にやらないとあんまり意味がないんですね。なので基本的にはちゃんと、食事、運動、睡眠もやるんですが、スキンケア用品で美白用品を使ってあげることもおすすめです。で一応おすすめは概要欄に全て書いて
ありますので、でここでね説明しようかなと思ったんですけれども、ちょっとね時間の関係でだいぶ長くなっちゃいそうなんで、ここでは割愛させていただきます。また別の時にね美白商品として説明しますので、その時楽しみにしておいてください。はい、というわけでこの3つですね、日焼け止めとビタミン C 取りましょうっていうのと、あとはスキンケア用品でしっかりあの美白していきましょうっていうところですね。あの最終的になんですけれども、やっぱりねレーザーとか美容皮膚科とかでねちゃんと相談された方が綺麗になくなると思います。でやっぱりねあのレーザーっていうとなんとなくねあの値段も高そうだなとか感じると思うんですよ、痛いのかなとか。でもね実際そんな大したことないんで、一回とりあえず行ってみて、あのちゃんとねあの説明受けてそれで決めればいいと思いますので、悩んでる方はぜひ行ってみて、でまあちょっと行けないよっていう方は今回紹介した方法で少しでもねあの予防していって、で徐々にね薄くできればいいかなと思いますので、ただ何回も言ってますが綺麗に消すんであれば美容皮膚科とかに行ってレーザーなりなんなり医師の診断をちゃんとね仰いだ方がいいと思いますので、それだけねちゃんと頭に入れといてください。この動画が少しでも良かったよっていう方は評価ボタンと、あとはですねどんどん動画出していきますので、見逃したくないよっていう方はぜひチャンネル登録とベルマークもよろしくお願いします。あと Twitter、Instagram、TikTok でも YouTube になる前のショートバージョンを公開中、ぜひ概要欄からフォローお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。そんじゃまたな。